こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。歴史的にも証明されている日本固有の領土竹島を実効支配し、独島と勝手に名付け対馬まで韓国領土を主張していて、日本が韓国に対し制裁を検討していると報道されましたが、ガン無視を決めているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。政府は日本の自民党の竹島独島対応措置検討チームが韓国に対する金融制裁などを検討すると明らかにしたことについて、言及する価値すらないと断言した。外交部当局者は、独島は歴史的、地理的、国際法的に明らかに韓国固有の領土とし、日本の政党内の独島関連の動きについては言及する一個の価値もないと明らかにした。日本の自民党外交部会傘下の独島問題対応措置検討チームが前日に開かれた初会議で、金融、投資、貿易など広範囲な分野で制裁案を検討し、夏までに具体案を整理するとしたことに対する反応だ。韓国が独島を不法占拠しているという日本の強引な主張は、国際社会に紛争地域として認識させようという意図が含まれていると韓国政府は見ている。一方、外務省の森事務次官は、キム・チャンリョン警察庁長の独島訪問後、韓米日外交次官協議会の共同会見不参加を通知したことがある。それではネットの反応です。大統領就任式を独島でしましょう。何を言っているのですか。対馬に行ってすべきです。対馬も回収しよう。正直、対馬がなぜ日本の領土になったのか、地理的に韓国の方が近いのに、最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。